皆さん、こんにちは、トーマーマティン、ダイアム役、バキンドケス、中日の渡辺広之さんの凄さ言います。本当に、確かにルーキー役が活躍し、まあ、星野政権ではまだ足りなかったけど、山田久志監督になって活動機会が増加、その後、お試合政権になって守りの野球が評価され、まあ、ファーストとして、まあ、清し2004年には、実はゴールデングラブ賞を獲得した選手です。ファーストだけでなく、どこでも守れる UT 銀行選手、実は5年連続100試合以上、設置したが、 規て未たつでしたね。はい。3話以上マークしたのも中にはございますね。はい。最初かに最強のバッターではございます。はい。引退後は中日のコーチとしていろいろスタッフさんとして勤めたそうでございます。というわけで以上です。バイバイ。